黄色穂は日本の実業家、愛知県名古屋市出身、ジョンソンエンドジョンソン日本法人の代表取締役社長を経て、日本マクドナルド株式会社の代表取締役社長兼 CEO、日本マクドナルドホールディングス株式会社の代表取締役社長兼最高経営責任者、愛知県名古屋市生まれ、愛知県立中村高等学校より、 静岡大学人文学部法学科へ進学。卒業後、ジョンソンジョンソン日本法人に入社。医療機器の営業や、外科用機材部門と糖尿病関連事業部門の事業部長を経て、2005年にグループ会社である、王族リニカルダイアグノスティックス社長に就任。2008年には、同社のアジアパシフィック事業も統括。2010年にジョンソンジョンソン株式。 外社メディカルカンパニー成長戦略担当、副社長シニアバイスプレジデントに就任。2012年より、歴代最年少で、ジョンソンジョンソン日本法人社長に就任。2018年9月から、日本マクドナルドの上席出向役員。2019年3月27日、日本マクドナルド社長兼 CEO に就任。2021年3月26日、 日本マクドナルドホールディングス代表取締役社長検査高経営責任者、ありがとうございます。